皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。今回はインクラインで行うダンベルチェストプレスを解説していきたいと思います。鍛えられる部位は大胸筋の中でも上の方鍛えられます。では早速やっていきましょう。シートまずインクラインの状態に角度をつけます。角度でいうと大体まあ45度を基準に、そこから先はご自身で調整をしていただいて構いません。フラットの状態からちょっとだけ角度を上げるという形でもそれはそれで効果としてありますし、もうちょっと高めた方がやりやすいという方はまあそれでもいいでしょう。そこはご自身で調整してください。ダンベルを持ちましたら太ももにダンベルを置きまして、蹴り上げるようにしながら、シートに体を預けます。でスタートポジションこんな感じです。肩をすくめないように首を長く保つようにして胸を張りながらダンベルを下ろしていきます。はい、で上げましょう。で下ろす位置ですけど、だいたいダンベルが胸につくかつかないかくらいの位置まで下ろします。手首で言いますと、若干ハの字気味にダンベルを構えていただくと動作がしやすいかと思います。このプレスの動作でもしその肩が痛むというような症状があるような方であれば、この手首の角度等で調整をいただければやりやすいかなと思います。同じようにダンベルでインクラインで行う種目でインクラインダンベルフライというのがあるんですが、それに比べて可動域自体は若干制限されます。逆に重いものがインクラインのフライよりも持てますので、より重量を追い求めてもいいのかなという種目になります。以上が、インクラインで行うダンベルチェストプレスの解説となります。ぜひ皆さんやってみてください。さようなら。